公式公認アクティベーションコードゲームアウェイというわけで、私もとうとうステップアップの公式に選ばれることになりましたっていうことはなくてですね、そんなことはないと。他の方が公式とね、ちょっとやり取りしてくれて、で、アクティベーションコードたくさんもらったんで、一緒にギブアウェイしましょうよっていうお話をね、ありがたいことにいただいたので、私もね、こうやってプレゼントすることができるようになりましたということで、私は一切公式にまだ認められていませんと。まだね、頑張る必要があるよということで、まだまだ頑張っていきますので、よろしくお願いします。で、早速ね、元ネタを言っていくと、ジャパニーズ侍さんという方がね、いらっしゃいまして、この方から私はね、一緒にギブアウェイやりませんかっていうお話をいただきまして、私もね、アクティベーションコード配れるよっていう話になりました。ありがとうございます。というわけで、もうこの方はね、特にまた個人でも USDT ものすごい金額をねプレゼントしたりとか、東京のチケットここもギブアウェイしていくよと。うお、すごいね。で、私どうしようかなって思ったんですけど、まあ私はねこんな感じで作ることにしましたということで、アクティベーションコードをね25個いただいてますので、これを皆さんにお配りしますよと。で、完全に抽選しようかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとそれだとさ、ボットみたいなボン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 って応募されたら困るので、こういうフォームをねちゃんと作りました。で、自由コメントっていうとこ作ってますので、この自由コメントね、これをしっかり書いてくれた人の中から15名で、残りの10枚をランダムに選ぶよっていう風にしたいかと思います。で、私個人からはフィットファイをね1枚だけ、まあ、ステップネットワークの方の1フィットファイガス代としてねプレゼントをしようかなと思ってます。で、ここね最後の方にフォーム作っておいたので、ここにねアドレスを書いてくれた人はできれば全員ね配っていきたいなと思うんだけど、まあ私のね資金がねあんまりないので、そこは尽きてしまったら、まあその途中まで送って、あとはごめんなさいっていう風な形にしようかと思うので、まあできるだけ早く応募してくれた人の方が、この1フィットバイ欲しいよって方はね、届きますので、よろしくお願いします。別にいらないよって方はね、この一番最後のアドレスですね、ここ入れてもらわなければいいだけの話なので、ここはまあ無視しちゃってください。まあ1フィットバイでもね、あのガス代として欲しいよって方は書いておいてください。というわけでタスクです。まず1個目、公式のツイッターをフォローしてくださいと。まあ、これはね、必須です。これやってもらわないとちょっと困るよと。で、フォローしてる画像をね、添付してください。これもボット対策です。あんまり適当にね、ポン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 応募されてもやっぱ困るので、ちゃんとね、やりたいよっていう方に配りたいということで、この、フォローしてる画像ね、まあ、こんな風に、私がここフォローしますよっていう、ここ、この、ここだけ見えたら OK なので、こんな感じでね、画像ピチって貼り付けてもらえたら OK です。で、3つ目、フォームに自身のツイッター ID を記載してくださいということで、こういうね、私だったらこのスピルっていうやつ、こんな感じで応募フォームに自分のね、ツイッター ID を入れてください。で、当選したら、このツイッターの ID の方に DM を送りますので、DM ね、受け取れる状態にしておいてください。で、さっき言った自由コメントですね、ここにね、なんかしっかりとコメント書いてくれてる人に関しては、優先してね、15名選んでいきますので、もうどうしても欲しいんだって方はね、こちらに書き込んでください。最後5つ目、1フィットファイを、ガス代として希望する方は、ステップネットワークのアドレスですね。まあちょっとわかりづらいやって方は、メタマスクのアドレスを入れてもらえれば送りますので、メタマスクにステップネットワークの追加の方法とか、また概要欄に動画、書いておきますので、よかったらそっち見てね、追加してみてください。というわけで、今気づいたけど、期限を書いてないね。期限を書かなきゃね。締め切り、11月3日までとします。時間どうしようかな、21時適当までということで、こんな感じにねしますので、締め切り11月3日の21時までとしますので、こんな感じでね、応募してみてください。で、ここからステップアップって何っていう人のために、まあ、軽く紹介していこうかなと思います。はい、まあホームページが変わってね、みんななんかすげえね、あのウサイン・ボルトさんを前面に押し出すようなホームページになってきました。で、このホームページでもこのね、プーマがここにいるよっていうのは皆さん覚えておいてください。いいことがあるかどうかわかんないけど、ステップアップってムーブトゥーンアプリのことを言うんですが、アプリだけではなくて、実はブロックチェーン自体を作ってしまって、その中の第一弾アプリとしてステップアップっていうものが出てきましたよと。で、今それがベータテストを行っていて、それを遊ぶために必要なコードがプレゼントするアクティベーションコードっていうものになります。で、このステップアップ、ブロックチェーン自体を作ってまして、ステップアップがね、どん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 アプリを新しく出すんではなくて、アプリを作りやすいようなキット、ツールを用意しておいて、いろんな会社さんにね、このブロックチェーンに参加してもらって、その企業さんごとに、いろんなね、ブロックチェーンゲーム、ムーブトゥーンアプリを出していくよっていう方針を取っているようなプロジェクトになっています。
でもうすでにステップアップのねこのネットワークで作られるアプリもうプライマルっていうものが第2弾がね発表されてます。で今ねこのプレゼント企画みたいなことをこっちでもやってまして、人を招待すればするほどいろんなものがもらえますよっていうねことをやってます。この辺紹介してる動画もねありますので概要欄に貼っておきますのでね、よかったら見てください。今だったら私50人ぐらい60人か私のねリンク踏んでもらってるので、私はね100ドルぐらいのねこのトークンがねもらえるかもしれないっていうんで、まあちょっとありがたいお話になってます。でごめんなさい話ずれちゃったね。でももっとね詳しくこのプロジェクトを知りたいよっていう方は概要欄の方にこちらもブログを載せておくので、よかったらこっちも見てください。ステップアップってねどんなプロジェクトをどうやったら始めるの、今どんな状況なの、ムーブテンアプリはどうなりそうみたいな、こういうのねちょっと情報古いんだけど、まあ書いてます。ステップネットワークっていうねブロックチェーンを作ってますよ、そこに何があってどういう風なねものをやってますよみたいなのを載せてますので、よければね見ていただければと思います。今日はもう本当にねこのジャパニーズ侍さんのおかげで私もねアクティベーションコードをね配れるっていうねありがたい話をいただいたので、応募フォームをね概要欄に載せておくので、で同じようなことをツイッターにもつぶやくんですが、できたらねそちらを、リツイートしていただいて、できるだけいろんな人に届くようにね拡散していただけるとありがたいです。このステップアップもうね半年かけて動画これでちょうど90個目になります。生放送合わせたらもっと多いんですが、動画だけでも言っても90個になるぐらいの一つのプロジェクトで動画90個出しているような、もうそれだけね私が応援しているプロジェクトですので、拡散リツイートなんかをねしていただけるとありがたいです。そのツイッターの方のアドレスも概要欄に載せておくので、よかったらねリツイートしていただけるとありがたいです。というわけで今日はこの辺でステップアップのアクティベーションコードギブアウェイのお話でした。またねこういう話もちょっと運営さんとね私掛け合い方っていうのがわからないんで、その辺模索しながらねなんかもっともっとね美味しいものもらえたら皆さんど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 ん拡散していきますので、ぜひ、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。というわけで今日はこの辺でスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またね。